いろいろあったね。一週間足らずの旅行だったけど、達也は誰か好きな女の子を。そっか、達也にもやっと春が来そうなんだ。達也がどんなに優しくしてあげたとしても、女の子ってやっぱり言葉で言ってもらえないとすごく不安なの。そんなもんなんだよ、女の子って。達也ならわかってると思うけど、でもちゃんと言葉で言ってあげないよね。じゃないと不安でたまらないと思うんだ、その子は。え？バーカ、うぬぼれてんじゃないってのよ。私はそんなに暇じゃありませんよーだ。頑張ってね、達也。私いつでも達也のこと応援してるからね。ああ、気持ちいい。湖の水がこんなに透き通ってるなんて、本当に信じられないくらい綺麗。ねえ、ボートってなんだか不思議だと思わない？水面をこんなに動き回って、不安なような、楽しいような、少し複雑な気持ちにさせられて。でも、やっぱり船って素敵。ほら、水にもすぐに手が届くのよ。あ、ほら、あそこ。白鳥が泳いでるよ。可愛くって、とっても綺麗ね。あんなにスイスイと泳ぎ回れたら、
きっと気持ちいいんだろうな。私ね、久保君と一緒にいることができて、今日は本当に楽しかった。正直に言っちゃうとね、私、いろいろと悩んでたんだ。それで、かなり憂鬱になっちゃって。変だよね、私。でも、今はもう、なんだかすっきりしちゃった。旅行の間中、一人でうじうじ悩んでたのがバカみたい。久保くん、今日は付き合ってくれて、本当にありがとう。うん、大丈夫。今はもう元気だよ。景色を眺めながら少しぼーっとしちゃってただけ。バカね、泣いてるわけなんかないでしょ。ほんと、平気だから気にしないで。達也が優しいから、ちょっぴり嬉しくなっちゃっただけ。ごめんね、達也にまで気を使わせちゃってさ。心配性なのね。ほんとに大丈夫だったら。そんなに心配してくれてるんだ。じゃあさ、明日の夜、花火大会に連れてってよ。もう、鈍いわね。明日の花火大会は、二人だけで行こうって誘ってるの。うん、よろしい。達也なら多分 OK してくれるんじゃないかなって思ってたよ。なんてね。心配してくれてありがとう。私、とっても嬉しかったよ。悪いな、達也。長々とくだらない話に付き合わせちまって。でもな、私、達也にだけは本当のことを知っておいてもらいたくて。え？大会の時の記念写真？あれな。あたしは別に怒ってなんかいなかったよ。本当だって。怒るどころか。むしろ、嬉しかったんだ。本当は。決まり悪そうな面して映っちまってるけどな、実際は。ま、今更後悔しても始まらないけど。あのさ、達也。達也は、付き合ってる人はいないのか？つまり、彼女というか、好きな人というか、そっか。そうなのか。それでその、一つだけ質問があるんだけど、答えなくてもいいから、聞くだけ聞いてもいいか？この間の晩、私のことを女らしいって言ってくれただろ？あれって、どうしてそう思ったんだ？なるほどね。そういう見方をすれば、私も少しは女らしく見えるものなのか。もしも私が本気で願えば、その時はきっと、私は達也に頼りっぱなしの女にもなれると思う。達也は、それでもいいのか？そうか。なら、せめて今だけ。ほんの少しでいいから、私がいいって言うまで目を閉じていてくれないか？こういうことは柄じゃないけど。サンキュー、達也。バーベキュー、とっても美味しかったね。食後の散歩がこんなに楽しいものだなんて知らなかったな。空気は美味しいし、何にも考えずに済むし。自然の中を歩くのって気持ちよくって最高よね。その気になれば、お金なんか使わなくても十分リッチな気持ちになれるものなんだな。ねえ、久保くんもそう思わない？思うわよね。でしょ？こんなに素敵な気分になれたのはどのくらいぶりのことかしら。あのね、久保くん。もし、よかったらなんだけど、明日は少しだけ私と付き合ってくれないかな。本当に？本当にいいの？よかったー。実はね、断られたらどうしよう、はぐらかされたらどうしようって、昨日は一晩中悩んでたの。
おかげでちょっと寝不足気味だったりして。ううん、そんなことない。だって私、自分に自信がないんだもの。私ってね、中学生の頃からずっとそうだったの。でも、思い切って久保くんを誘って、本当によかった。ありがとう、久保くん。このことを、みんなには内緒だからね。あ、達也さん、こっちこっち。よかった。約束通り本当に来てくれたんですね。ううん、今来たところです。でも、ひょっとしたら達也さん来てくれないんじゃないかって、ちょっぴり不安で。え、そうですか？本当はもっと大人っぽい服もたくさん持ってるんですよ。やっぱりそう思いますか？だってこっち来てからは毎日同じ格好ばかりなんだもん。たまにはおしゃれしなきゃですよね。おしゃれするのって誰かのためっていうのもありますけど、自分のためっていう意味でもあるんですよ。もうそれは一個なしって約束でしたよね。冗談ですよ、冗談。そんなに慌てたりして、達也さんって可愛い。はぁ、今日はいい天気だし、思いっきり遊びたいな。え、今日は達也さんのおごりですか？やったー！あ、ハッピーチャリオットだ！ほらほら、このファンタジーランドをぐるっと回る馬車ですよ。さーて、何に乗るかはどんと任せちゃってくださいね。もうチェックバッチリなんですから。だって、達也さんとここに来るのずっと楽しみにしてたんだもん。ね、早く乗りましょう、達也さん。久保くん。達也。達也。久保くん。達也さん。達也。達也、起きろってば。もう毎度毎度とに世話が焼けるんだから。これだけ大きな声で起こしてるのに、どうしてすやすや寝ていられるわけ？達也、起きてよ。寝言か？寝言じゃないでしょ今のは。そっちがそのつもりなら、こっちにも考えがあるんだからね。どうだ、窓全開、北風ピープー吹いてます攻撃。あったったった、失敗。余計布団の中に潜り込んじゃったか。ねえ、いい加減に起きてよ。達也、達也、起きろ、達也。起きろ、起きろ、達也、起きろ。こうなったからには、もはや痛覚に訴えるしかないよね。言っておくけど、意地を張って起きない達也が悪いんだからね。ナムナム。行くぞ、スーパースペシャルグレートパーフェクトエキサイティングダイナミック。ったく、やっと起きたみたいね。というか、初めからたぬき寝入りだったんだろうけどさ。
激しいのかな。